ハノーバー軍はアメリカ合衆国バージニア州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は99,863人であり、2000年の86,320人から15.7%増加した。軍庁所在地は国勢調査指定地域のハノーバーコートハウスであり、同軍で人口最大の町はやはり国勢調査指定地域の メカニクスビルである。ハノーバー軍はリッチモンド・ピーターズバーグ地域に位置している。都市圏としてはリッチモンド大都市圏に属している。ルーラルプレーンズ、軍内のリッチモンド国立戦場跡公園にあるハノーバー軍は1719年11月26日にセントポールズ教区と呼ばれたニューケント軍の地域に設立された。軍名は当時イングランド王ジョージ一世が ドイツのハノーファー選定校を兼ねていたのでハノーファーから取られた。ハノーバー軍は独立戦争時の政治家パトリック・ヘンリーが生まれその家があった。ヘンリーはルーラルプレーンズの客室でサラ・シェルトンと結婚したとされている。この家はシェルトン家の加算だったのでシェルトンハウスとも呼ばれている。ヘンリーはハノーバー軍庁舎裁判所でパーソンの事件で論述し イギリス王室が軍内牧師の給料を設定しようとしていることを攻撃した。この歴史あるハノーバー軍庁舎裁判所が軍章に描かれている。また、1820年のミズーリ妥協の起草者である政治家ヘンリー・クレイの生誕地でもある。ハノーバー軍は州都リッチモンド市の地域と一番近いところで5マイルしか離れていない。しかし、 メカニクスビルの街にある、この最近接点を地下ホミニー川が流れている。南北戦争の1862年、半島方面作戦で、北軍は、リッチモンド市協会の鐘の音を聞くことができる、ところまで迫ったが、地下ホミニー川が大きな障害になることが分かった。北軍の将軍ジョージ・マクレランは、リッチモンド市を守る小勢の南軍を圧倒するために、 この川を全軍で渡ろうとして失敗した。リッチモンド市占領に失敗したことで、南北戦争はさらに3年間長引いたとも考えられる。軍内では多くの戦闘が起きた。半島方面作戦の7日間の戦い、1864年、オーバーランド方面作戦のコールドハーバーの戦いなどである。1953年、バークスデール劇団が歴史ある。 ハノーバータバーンに設立され、国内最後のディナーシアターとなり、州中部では最初のプロの劇団となった。バークスデールはこのタバーンやリッチモンド市内の数カ所で公演を続けている。教州中部の指導的な劇団とみなされている。1975年、アミューズメントパークのキングスドミニオンがドスウェルにオープンし、軍経済に寄与した。2007年1月、 在団アメリカズ・プロマイズが、ハノーバー軍を、若者のためのコミュニティ百結に挙げた。軍内には法人化された町であるアシュランドがある。この町には、ランドルフ・メイコン・カレッジがある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は474平方マイルで、あり、このうち、陸地473平方マイル、水域は1平方マイルで、 水域率は0.30%である。ハノーバー郡は、首都ワシントン DC から南に90マイル、州都リッチモンド市から北に12マイルにある。周回高速道路、アメリカ国道バージニア州道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。群内には小学校15校、中学校4校、高校4校、オルターナティブスクール1校、 技術学校一校がある。雑誌、フォーブスは、生徒の学業成績と生徒あたりの費用の比を比較して、国内トップ50軍に、ハノーバー軍を挙げた。ありがとうございます。